ブルーイップ効果、ブルーイップ効果、ブルーイップエフェクト、ウィプラッシュエフェクト、無知効果とは、需要を予測しながら発注する形態の流通経路で見られる現象である。この考えのもとは、J. ホレスターのインダストリアルダイナミクス、産業のダイナミックス、1961年にあり、そのため、ホレスター効果としても知られている。変動する需要が拡大して、 サプライチェーンを遡っていく様子が、無知を鳴らしている様を思い出させるので、ブルーイップ効果として有名になった。顧客の需要が完全に安定しているということは、滅多にあることではないので、在庫やその他のリソースを正しく確保しておくためには需要を予測しなければならない。需要予測は、統計をもとに行われるが、これもまた完全に正確であるということは、ほとんどない。 予測が外れることは分かっていることなので、企業は予測から外れた分を吸収するために余裕を持たせた在庫を持つことがしばしばあり、その余裕分は安全在庫と呼ばれる。最終顧客から原材料供給者までのサプライチェーンを遡って見ていくと、サプライチェーン上のそれぞれの組織がより大きな需要の変動を受ける。そのため、より大きなサイズの安全在庫が必要になる。 実際の需要が増える局面では、下流側の組織がそれぞれ発注量を増やしていく。実際の需要が減る局面では、逆に発注量を減らすか、在庫を圧縮するために発注を止める。その変動は、サプライチェーンを一つ遡るごとに増幅されていく。マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院のプラサド・リガードが1960年代に考案したビールゲームで、 この様子がうまく再現される。このようなことが起こる原因は、人の振る舞いによる原因と発注の仕組みによる原因に分けることができる。課題な安全在庫に加えて、製造者はサプライチェーン上で下流の組織の需要を満たすことが必要であるので、ブルーイップ効果が生産の効率を減らしたり、在庫全体が課題に膨れ上がることがある。 また、安全在庫を持っているにもかかわらず在庫が切れる危険があり、これは顧客への貢献度の低下を意味する。つまり、その物流ルートの利便性の度合いの低下となるのである。さらに、ブルーイップ効果は、金銭的なコストが、積み上がることにもなる。顧客への貢献度が低下することや、一般のイメージや愛着度に傷がつくことによる、金銭的に深刻な影響があり、 次に契約上のペナルティを課されることになる過失の影響に対処することを余儀なくされる。変動する需要に対応するために従業員を雇用したり解雇したりすることはトレーニング費用や退職費用がかかることにもなる。それぞれの時点での需要に発注数が完全に適合していれば理論的にはブルーイップ効果は発生しない。このことは ブルーイップ効果は需要を予測することで、発注量を決める形態のサプライチェーンにおける問題であるという専門家の見解と一致する。ブルーイップ効果を抑制するためには、最終顧客の実際の需要を、サプライチェーンを遡ったできるだけ遠くからでも見えるようにいることが必要となる。これを実現して、ブルーイップ効果を注意深く管理することが、 サプライチェーンマネジメントの重要な目的でもある。一つの方法は、実際の受注量に対応する量を発注する、携帯のサプライチェーンを構築することである。製造の分野ではこの考え方を看板方式と呼ぶ。また、このモデルを最もうまく導入した例が、ウォルマートの流通システムである。個々のウォルマートの店舗は0時からのポスデータを日に、何回か本社に送る。この需要データは、 ウォルマートの配送センターから各店舗への出荷スケジュールと納入者からウォルマートへの出荷スケジュールを作ることに利用される。この方法で最終顧客の需要とプライチェーン上の在庫の移動がほぼ完全に見通すことができる。より質の高い情報がサプライチェーン全体でのより適正な在庫配置と小コストにつながっている家である。 この実需対応型のサプライチェーンを構築する上で、障害になるのは、情報システムへの投資が必要になることと、顧客の実際に需要に注目し、臨機応変に対応する企業文化を作り上げることでや、信頼関係と情報の共有で結びついたサプライチェーンが一体となって機能することで、より多くのものを得ることができるということを、 サプライチェーンの構成員が自覚することも不可欠である。ブルーイップ効果を抑制するための方法として以下のような方法がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。